で、二人はデート普通、バレるバレないって気にするものかと思ってたからあっ PL 中へえどこも圧倒的に女性ばっかりで入るのに勇気いりますね専門店威力というか男ってだけで目立っちゃうから。 混雑するくらいが紛れてちょうどいいのかも不女子の渦に揉まれるのはイベントだけで十分ですよあとは怖いっす入りづらいって言っても今じゃ漫画も同人もネットで買えるんですけどね便利だから仕方ないよすごいタイトルとか表紙だとレジに持っていくのにも勇気いるからねわかります俺選ぶ本エロ系多いんで最初の頃は 男女どっちのレジも持って行きにくくて裏返して渡したり本と本の間に挟んで隠したり意味のないあがきをへえー、想像できないな元井君が BL 本で恥ずかしがってるとこを見たことないかもハハッソカベさんあのあもっちんだソカベさんも一緒だ こんなとこで会うとは偶然坂部さんお久しぶりですこの前はどうもですこちらこそいろいろとすいませんそっちは何かの帰りまあねコラボカフェで2人はデートまたもっちんに付き合わされてそか部さんかわいそうえへえこれはダメなやつ否定しないと元井君に迷惑かける あの、違うそうだよえっそう、部さん、面白い顔になってる。うんあ、言ったいったはいはい、じゃあね大丈夫ですかう、うん、ああいう冗談とか、言うことはありません本気に取られても、まあ、嘘じゃないですけど。 下手な嘘よりマシかと。普通、バレるバレないって気にするものかと思ってたから。う人によるとは思いますけど、あの三人はほっといても大丈夫ですよ。多分バレてるとは思う。ん<え>リアルのホモよりニジのホモ。理解しがたいとは思いますが、あいつらの場合、リアルはどうでもいいんです。別物なんで、不助士の中には、 3時きもいるとは思いますけどああほんとすいません俺が軽率でした二度と言いませんそんなショック受けるとは思わなくて違う